菊池昭三は日本の教育者。愛媛県八幡浜市出身。愛媛県立大ス高等学校、山口大学教育学部卒業。福岡県北九州市内の公立小学校に勤務。文部科学省の熟議に基づく教育政策形成のあり方に関する懇談会委員。全国コミュニケーション教育研究会会長。 全国教室ディベート連盟研究開発委員 NPO 授業づくりネットワーク理事九州地区教室ディベート連盟専門委員北九州地区の教員を中心とした研究サークル実践教育研究21サークル代表菊池道場を主催北九州黒崎の居酒屋トントンを聖地と呼ぶ学級崩壊という言葉が マスコミで取り上げられる前から子供たちの変化に気づき、子供たちと向き合ってきた実践家。質問もできない、人前に出ると話せない、人とまとまりの話を聞くことができない、繰り返し練習することを嫌がるといった状態の子供にコミュニケーション力をつけ、話すこと、聞くことの指導を徹底してきた。言葉によるコミュニケーションができるということは、子供の健全な発達にとって、 また日々の生活を心豊かに過ごすためにも人間形成上にも非常に大切なことという考えがあったからだ。スピーチの指導やディベートの指導を通して子供たちのコミュニケーションの力をつけていく中で他者理解がそれらに加えて大切なことを確信する。そうして集団で一つの目標を目指して活動していく上で相手を理解し尊重する点により力点を置いた 熟議にたどり着き、その可能性を模索している。また、子供たち全員の自分らしさを取り戻すために、褒め言葉のシャワーを実践。日替わりで順番に、子供たち全員を教室の前に立たせ、自分の当番の日は、クラスメート全員から一人一人その日に見つけた良い、ところを発表してもらうというもの。年間に三から四巡繰り返す。子もたちは自主性が芽生え、 積極型の人間に変わるという言葉を受け取った子の中には涙を流す子もいるその実践は多くの教師や保護者に賛同者がおり福岡県や熊本県などを中心に徐々に広がりつつある読売新聞2018年6月13日20面授業成立の基礎技術どの子も発言できる力がつく授業づくり子供が変わる学級が変わる 子供塾技なう。これからの対話指導のあり方ハット NHK。プロフェッショナル仕事の流儀。小学校発。一人一人が輝く。褒め言葉のシャワー。ハット AB 新庁舎ホームページ。ありがとうございます。